さあ、では行きましょう。行きましょう。いや、もっと引っ張りたい気持ちありますよ。もちろん。もちろんあります。引っ張りたい気持ちあるけど、まあ、終わらさなきゃいけない。いつかは。はい。もっともっと僕は本当はレベル上げをしたい。と思ってます。よし、やってやる。待て、なるべく呪文使わずに行こう。ある程度戦いながら行きます。今のも逃げてもよかったんですけど、まあある程度まああれか、さすがに向こうが気づいてない時は逃げようか。まあでも経験値も欲しいしね。多分義母もまだまだ上がってくると思うんで、篠原もそうですけど、あと1個ぐらいは上げれると思うんで、無茶はしません。であかんかったらまた変えるし、ただやれることはやります。こいつとかどうなんやろう。ちょっと自分を試したい気持ちもあるから、あんだけきつかったけど、ちょっとやれるやんね、ほら。舐めてんじゃねえぞ、この野郎。やってやる。魔法なしでやってやる。耐えてる、耐えてる。いけるよ。さあ、笑えよ、天の門番。オッケーオッケー、笑えよ。三日月の杖も頑張ってんね。し、あれどうしよっかな。雷神の剣を持たせるか持たせないかちょっと悩ましいな、角田に。持たさなくていいとは思う。物理でいいと思う。ただまあバイキルト使えなくなった時にでも安定して100弱入るということは、まあ、有利ではあるので、経過してもらいます。ベホマラーだこの野郎。ニック機バラモスエビル、やらせてなるものか。バラモスエビル、シェーオッケー。91、44、86、87。うわー、食らってんな、食らってんけど、まあまあまあ、勇者以外が一緒ぐらいやね、低減率が。まあ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 やな。ただレベルは上がってっからな。フバーハも込みで考えれば、まあもう少しやれるのかなっていう感じはありますけども、東北の花はここはないよな。鳳凰デーモンソード、鳳凰から来ました。ナイス、オーケー、ナイス。でも安定してますよね。久々にここ来たらさ、すげえ安定度なんやけど。どうよ、悪くないっすよね。いやマジで悪くないな。逃げてもいいと思うけどね。あえて消耗する必要があるか。やる、やってやる、この野郎。やれるということを証明してやる。
でも HP 増えたからやっぱだいぶ違うな。カクちゃん、よし、スイスイ、よし落とした。66、45、42、62、まあ、ちょっと義母が食らうかなって感じ。耐えれますよね。いやめっちゃ耐えれる。こんなにも違うものか。正直ドラゴンローブだったらもっと良かったんだろうけど、 HP の問題があるからな。僧侶は装備できそうな気もするから、最悪僧侶にもう一回やってもいいとは思いますよ。篠原義母どっちかを、どっちかでいいけどね。よし、レベル上がった。よし、HP10 上がった。よし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 、さらなるアップを見せていく。スース。エビルやだな。エビルがめんどくせえな、マジで。HP 的に足を引っ張るね。の門番が強すぎるねんな。オッケーオッケー、大丈夫よ篠原。魔法使ってないからね、魔法使ってないから。ギリギリで魔法使わず行く。耐えてみせる。落ちた。危ない、バクチですよね、ほんとに。かわされた。よし、落ち着いてきたか。カッちゃんがね、だいぶ回復してきたんで。はーと言ったらこれよな。使いやすい意味は特にないから倒します。 OK、 外で生き返そう。はい、間違えた。ザオリクでね。よし、いいよ。今までの俺らとは違うぜ。最終祈りの指輪で完全回復させますので。あ、先にデビルウィザーとかでいかなあかんな。バラモスデビル生き返されたらめちゃくちゃめんどくさいもんね。はい、腹立つな、こいつの体勢。オッケーオッケーオッケー、よっしゃ、ゴー、オッケー、気合入ってるよ、いいよ。こいつらは逆に弱いぐらいまである。カクちゃんよろしく。カクちゃん入って。よし、ポンポンと、ナイナス。義母にお任せください。よし、オッケー、楽勝なんだよ、てめえ。しゃあ、レベル上がんじゃない篠原。どう、まだか。位置を確認しながら逃げようかな。疲弊するし。いやー、きつ、逃がしてもくれない。オッケー。え、2個も、え、マジか。
ちかな。あった、女神の指輪やって。女神の指輪装備できる。賢さアップ、強いんかな。性格が変わるのか。抜け目がない。 HP 回復とかかな。いや、 MP や、 MP 回復してるな。もう雑魚はいない感じか。不思議なボレロ。ほう、え、え、ちょっと待って、めっちゃええやん。切れる？切れるな。うわ、切れるけど、どうなんこれ。え、不思議なボレロ、どうなんこれ。守備力下がるけど。うわ、効果調べたい。なんか絶対特殊効果があるやんね、これ。いや、調べよう。ちょっと待って、すいません。調べますわ。不思議なボレロ。これはちょっと嫌やわ、さすがに。気になりますよね。不思議な、ええことがあると思うね。なんやろね、これ。不思議なボレロの効果。呪文の消費 MP が半分になる。なるほど。なるほど。すごいな。すごいけど、いらん。ちょっと待って、ここ敵出えへんのかな？ここ敵出ない説あるぞ。じゃあじっくり回復できますやん、 MP を。ですよね。雑魚出んな、雑魚出んな。出えへん出えへん、マジで。よし、うわー、めっちゃボーナスやん。ありがてえ。187まで回復する。え、すごいなこれ、ラッキー。出えへん。え、じゃあめっちゃレベル上げもまあできるけど、まあ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 、ええやろ、行こうか。でもなんかね、回復量少ない、すごく。まあでもしっかり回復しようか。ザオリク使ってっからな。あー、これめっちゃ楽やわ。すごい救済措置や。いや、これも盗賊にならんかったら絶対にわからんかったことやから嬉しいっすね。165。ちなみに篠原は、165ですよね。で、105で、まあ、1使っただけだから、まあ、OK ね。180ぐらいまで回復すれば、5ですね。よし。世界一の歯は勇者が持ってます。装備でも戻そう。命、体力に戻すか。作戦はもう、パワーベルトでいいか。整った、行こう。よし、まあ、ゲン、まあ、雷神の剣をどうするかなんすけど、雷神の剣をどうするかな。カクタのドラゴンベルト交換して、よし、行こう。勝負じゃ。序盤が大事、序盤が。カクちゃん最初命令させてね、ごめんね。スクルトだけはやっときたい。ないんか。気合入れていこう。集中。はぁ、楽しい。めちゃくちゃ楽しいっすね。スクルとルバーハでいきますね、とりあえず。さあ、かっこいいこの曲、かかってこい。よし、ナイススクルティング。早っ。ガッツ。ここでカクちゃんが行ってくれるはず。よし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 、ゴース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 
丁寧に行こう、丁寧に。オッケー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 、ゴース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 。バイキルトは切れた。スクルティングね、フバーハ。篠原の方が早いな。篠原フバーハやな。ライッネイックー。バカタレがいける。大丈夫、ザオリック準備あります。ここが今までとは違うぜバカ野郎が。勇者寝た。篠原はフバーハには比較的耐え、あ、フバーハじゃない、炎には比較的耐えれるから大丈夫ということで、ザメハを選択。ダメだ、ナイス。じっくりー、じゃん。 OK、 ザメハでいいかなー。近づいてきた。おい、二人が寝た。各社命令起こす方法がない。ザメハ、うおー、起きてくれ。のしかかられてんねんぞ。おい、きつい。来てくれー。うわー、目を覚ましてくれよ。もう使わなあかんのか、世界中の歯。よしよし、待てよ。よっしゃ、待てよ。いけますいけますいけます、大丈夫です大丈夫です。よしよしよし、耐えた。やってますが、耐えろ耐えろ耐えろ。よしよしよし、いけるっていけるっていけるってよ。フバーハ、よし耐えた。よし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 、ホモルフブ軽減されてる。よしよしよし、タクちゃん生きてー。よーし、ナイス。スクルティング、スクルティング入って、いやー、ダメージ効率が悪いな。後手後手に回ってますが、なんとか生きたな。バイキルといきましょう。
しよーし、オッケー。ついていこう。強い、ここが強い。作るとカチカチにしないと。意外と角田が穴になっちゃってるっすね。スクルーティング、コンカンコン。よし、戻ってきたぞ。舐めてんじゃねえぞ、こら。よし、スクルーティングからのフワハン。オッケーオッケーオッケー、いい。よし、一旦耐えた。こんな感じで大丈夫か。めっちゃきつないですかこれ。とても耐えてると言い難いな。謎の勝ちたら寝た。よし、ちゃんと寝とけ。さっきは後ろ二人が寝たからね、それできつくなった。いわ、角田目覚ました。痛い、スクルーティングが切れてるからね。ザメハで義母を冷まして、オッケー。よしよしよし、じっくり入れていこう。スクルーティング、マジか。もうちょっと通用すると思ってたんやけどな。いや、もうちょっと通用すると思っていたっすわ。え、ちょっとでもついてなさすぎじゃない、今の。アンラッキーすぎない？感じ。いや、ちょっとアンラッキーすぎる気がするよ俺は。待ってよ、めちゃくちゃきついがな。やっぱりでも角田が食らいすぎなのがきついのか。いや、なんかいろいろ間に合ってないね、マジで。いろいろ間に合ってないから。もう一回いきます。無理なんかこれ。いや、そんなことないと思う、そんなことないと思う。結構やれた回があったからね。諦めたらあかん、諦めたらそこで試合終了ですよ。やから、ほんま。そうに見えんねんけどな。何が悪かったんや、さっき言ったら。まあ、後手後手になったのはそうなんですけど、守りをもっと重視した方がいいんかな。角田が弱すぎんねんな、マジで。落ち方がひどいもんね。選手のくせにこんな弱さやからな。マジで期待外れなんですよね。
ジで期待外れ。ちょっとへこんでて、まあ、戦略を考えてんの今。どうしようかなと思ってね。いきます。そう、やれるさ、やれるさ。レホマラーだってやれんねんからね。ザオリクとかで持ってかれすぎてんねん。そうか、もっと篠原にスクルトじゃなくて回復をさせようか。そういうことか。ちくしょう、ちくしょう。ちゃむずいやんけ。行こう。お前荷物、お前めっちゃくちゃなってるやろ。お前行こう。ほら、鏡の盾とかは次なボレロは途中まで来といてもいいのか。やっぱ守備力重要やと思うんで、守備力結構大事やんね。なんか肝心の時にさ、ドカン食らうから。食らいすぎやもんな。作るとないと。いや、マジで、マジで賢者にするっていうの一個ありなんやけど、HP やな。いや、めちゃくちゃ悩みどころやな、これ。戦士をね、戦士を、かくちゃんを、賢者にするっていう案がやっぱ出てんすよね。常に出てるんすよね。で、今日もなんかおかしなってる。はいはいはい、うい、押せない。なんかどうせ回復できるから全開にはなれるから。攻撃を入れていかないと地味になる、それは分かっているけど、勇者だけでアタッカーを思ってて、カクちゃんはもう正直回復 100% でいいとも思ってたんやけど、それでも耐えられなかったのが気にかかるよな。ほんまに回復 100% でいいっすよね。もうずっと賢者の石をただただ使うだけの役割、タクタはでいいかな。よし、よし、楽しいね、楽しいね。まず一発で逃げたこと一回もないな。逃げれねー。この辺も多分レベル差があるんやろね。逃げれたことが、スムーズに逃げれたことがほぼないですよね、雑魚。エミルだけはちょっと逃げたいなと思ってます。
ここは楽勝。よし、行くぞ。 MP 回復できるようになっただけでもよしとしようか。作るとやっといたら安定するやろ。安定させる。ナイス。転職的、転職的な視点で言ったら、やっぱ最終的に装備のことを考えたいですので、あとは角田が。賢者になって、例えばデモマとかできるようになったらまた違うかな。めちゃくちゃやなこいつマジで。スクルトやってるんですけどね、痛恨食らったら終わる。 HP 何かっても足りひん。押し切れない。あとは義母の素早さをやっぱ上げきっといた方がいい気がするから、星降る腕輪を最終義母に渡そうかなとちょっと思ってる。ウバーハとかのタイミングなんですけど、ちょっと気にはなりますね。さあ集中していくぞ。 OK、 一体落として篠原がな、篠原のスピードをめっちゃ遅くできたらいいんやろうけどな。角田がやっぱ適任な部分はあんねんな。最後動くんで、ザオリック覚えるまでやっぱ育てようかな。ザオリックがいるような気がしてきてる。正直勇者はもうザオリック覚えることはないから。おお、 HP 上がる、結構伸びますね。おお、いやこの16とか17だけでも全然違うから、ほんまにそこで耐えるか耐えないか関わってくるんでね。角田95食らいすぎやろ。ほんまに盾効いてるこれ。食らいすぎな気がすんな。いや87は、いや義母もめっちゃ食らってんな。やっぱ問題やでこれ。さあ5000なら全然死んでもね何の問題もないんすけど、戦闘中に生き返すこのロスの多さがやばいっすね。こっちやったらね別なんぼ食らってもさ、戦闘終わってから立て直せるからいいけど、戦闘中に立て直すのは例えばザオラルとかではもう不可能に近いから。一体落とそう、一体落としたら違う。2、3、4、
いつ会心が来るかもしれない。会心の恐怖に怯えつつ経験値いっぱいもらえるからな。頑張っただろう。でもまだこんだけ連打しても回復しきらない。落としたでしょう。 OK。 さっきもでも結構フルに近いぐらいの HP の状態からめっちゃ一気に持ってかれたんで、のしかかりがやっぱダメージすごいでかくて、フバーハ以上にそれを警戒しないといけないかもしれなくて、スクルトをより入れないといけないかもしれないとちょっと思ったんですよ。ちょっときついよねマジで。そうなると勇者が賢者の意志なのかなとも思うし、いいんかもしれないな。カクタが他のことをできない以上、カクタにアタックを完全に任せて、勇者がひたすら賢者の意志を呼び出すっていうのも一つありやねんな。ただそのマイナス点としてはファジーな賢者の意志が使えないから、もうマイターンになるってことですね。まあでも正直それでもいいような気もしてますね。カクタにバイキルトを集中させて、とにかくアタックをカクタに任せると、それが一番いいかもしれんな。苦しい時にさ、勇者がやることがないっていうのが一個あんのよ。そうやな、それいいかもしれん。これはマジでありかもしんない。やってやんよこら、やってやんよこら。経験値あんまもらえへんけど、ちょっと強いねほんま。カクタが使ってくれる良さはあるんです、確かにあるけど、アタッカーカクちゃん、カクちゃんオンリー設定でいきます。勇者はひたすら賢者の石作戦でいこう。悪くないと思います。いいてーなバカ野郎。しゃしゃ、よし、回復して全開いってますか。よし、体力面軽減系のアクセサリーはないから、正直勇者を戦闘でもいいとすら思うよね。そうなると、ただ操作ミスをしてしまいそうで怖いので、篠原が MP171 やって、ちょっと渡そうか。いやこれ大変やなマジで。さっきのでもあの自利品感、あの自利品感はひどいじゃないですか。あれよりかは耐えたいなと僕思ってるんですよ。なんでパワーベルト勇者装備して、勇者の星降る腕輪を、義母
装備して、で、篠原の、篠原は、疾風のバンダナ装備して、で、賢者の意志、角田の賢者の意志を、勇者の炎のブーメランの位置に置いて、これでいきます。なんやったら並び替えもありなんよね。これでいこう。ミスらないようにな、操作。行こう。待て。篠原命令。スクルト。スクルト。2回分のスクルトを確定させる。確定食らうなおい。ボレロつけたまんまや、ミスった。さあ大丈夫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 。篠原よし耐えた。偶然偶然偶然でした。ただのそうさあ起きた。がっつり行かれたぞ篠原。起きたな。よし、よーし200いった。まずオッケーオッケー、かかってこいよ。よし、オッケー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 、よし、カクシャオッケー、スクッツジェス。オッケーオッケー、カクシャン、よし、カクちゃんの攻撃作戦が非常に効いている。タッチ、やめろ、耐えてる耐えてる。よし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 、ゴースゴース。シェー200、シャー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 。のしかかってきたほら。寝た。ザメハ。じゃあ。射撃炎。燃える吹雪。ナイス。ザメハザメハ、ふぅしゅよーし、いやー安定して入ってる。攻撃は起こしたいけど、そろそろかき消し系来るやろ。
耐えたー、ナイス攻撃一発、バカが。おーよー、剣山氏、のしかかってきた、篠原固い。よし、よしよし、いけるいける、この作戦や。来てますぜ来てますぜ。スケルティング、ふざけんじゃねえぞこら。ベラゾーマ打ち込む、くぅシェー、よし入った、いいダメージ、勇者寝た。ザメハザメハザメハ、起きて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 、さあ闇の頃で待つが早く OK。 しんど、よしよしよし、いける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 、準備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 、スクルティング、バーハー、オッケー、準備入った。あー早い、生灼熱炎やんけお前、勘弁、生灼熱勘弁、スクルティング、バーハー、あー生灼熱、スクルティング、オーケー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 よー、スケルティング、剣士、エゴイツさんまー、生凍える吹雪、オーケーオーケー、確実に毎ターン100弱は与えてるから、ちょっとずつですけど、やつは疲弊してるはずなんよ。よっしゃ、入った、出ろ、よっしゃ、ダメダメだ、勝てろ、おら外気、スクルティング、耐えたな耐えたな、ギモ耐えたな、大丈夫、よっしゃ、いいよ、ここで公正に、腹寝たな、辛い、どっちで行こうか、スクルトで行こうか、うわ目覚ました、よし、オッケー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 、確実に100与えていっている、待って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 、スクルト、うわは、よしよし、カモ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 、オッケー、よし、よっ、よっ、目覚ました、ナイス、いけんぞいけんぞいけんぞ、マジでマジでいけんぞ、攻撃体勢よ、取れ、篠原が耐えて、よいしょ、ナイスーナイスースー。
セロに戦略を変えます。バイキューでやってまいるな。チャンスと見て追いつくか。さあ、いや、舐めたあかん。一個のほころび、一個からほころびるから。待て、あかん。このほころび絶対ダメ。このことでほころびが出るんやから。よし、これでいいね。角田に入れさせといたらええの、ほんまに。よし、オッケーオッケー。防御の大切さ。よし、こっちで受けてあげるから、じっとしとけ。さあ始まった。はい、生炎。100は入るんやからな。焦んなよ、焦っちゃダメよ。よし、よし、よし、よし。焦らなくてもいいんだ。100は入ってんの。よし、よし、よし、よし。そう、よし。バイビューとやりたて。まあまあ構わんよ、やり直すだけだからな。スクルティング、バハクッだ。よし、勇者を一番前にしたことによって効果が出てるな。こいつ強えな、マジで死にようなへん。強えな、こいつ。さあ一気に襲いかかってくる。結構入ってるけどな。まあまあでも確かに攻撃はまだそこまで機会がないですからね。悔しいな。今のところ流れはいいです。ゴー、シェースクルト、うわっ、オーケー、オーケー、シェー入れて作ると、消せし。よし、よし、よし、オッケー。流れはいい、流れはいいぞ。ちょっと待って、祈りの指輪を一回握りしめたいね。もう死ねや、マジで。こいつマジか。汚い言葉使っちまった。干されるわ。死んでください。干されてもいい、死んでください。くっそ、
やい。強すぎる。マジか。目立つお前これ。回復はいらんよな。目立つお前これ。よし。やった。くらいやがれ。死なない。くそー。メラゾーマおる。うわー、死なられた。よーし、よし、オッケー。経験しょっぱほほう、少しはできるな。人間にしては強い方、余裕やなこいつ。しかしこの私を倒すのに44ターンもかかっていては倒したことにはならぬぞ。あまりにのんびりすぎてあくびが出そうだったわ。さあ倒したらええねん。勇者はもっともっと強くなることだ。そして出直してくることだな。さらばじゃ。何ターンで倒さなあかんのじゃ。めちゃ言うわ。こうなったら付き合うか。何ターンで倒さなあかんのやろ。悔しいな、なんかあの言い方。神竜調べてみましょう。でも倒せたのはまずめっちゃ嬉しいです。何ターンで倒したら喜んでくれるんやろあいつは。で、ターン以内に倒すと願い事を叶えてくれるやって。へえ、そうなんや。35ターン以内。なるほどね。惜しいやん。惜しいやん。オッケー。次回行きましょう。ぶっ殺してやるよ。てか次回からちょっと鍛え会やね。まあ、今回がエンディングでいいでしょう。はい。ここまで見ていただいてありがとうございました。僕はここから、神竜を倒すターンに、35ターン以内に倒すというタームに入りたいと思いますので、興味ある方はこの続きを見ていただいてということで、はい、ということで、見ていただいてありがとうございました。